北国新聞ニュースをお伝えします。佐賀県で開かれている国民スポーツ大会で石川が快挙です。石川は今日相撲競技の青年男子団体で12年ぶり3度目の優勝を果たしました。相撲競技の青年男子は今日予選上位16県による団体の決勝トーナメントが佐賀県の玄海町社会体育館で行われました。能登出身者を揃えた石川チームは先鋒を去年の雨横綱の池田俊、中堅を金沢学院大学3年の大森康弘、大将を今年の世界選手権軽重量級で3位に入った三輪隼人が務めました。石川は1回戦の千葉と準々決勝の埼玉を3対0で破り、準決勝で福岡に2対1で勝ちました。そして鹿児島との決勝にも3人揃って勝ち、石川に12年ぶり3度目の優勝をもたらしました。大森は個人も制し、2冠を果たしました。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞の正福田武春運動部長にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、大相撲金沢場所がおととい、金沢市総合体育館で行われ、新大関大の里などの郷土力士に熱い声援が送られました。会場は朝から多くの人が訪れていましたね。あ、そうですね、はい、昨年の8月に続いて、行われました大相撲金沢場所には、およそ4650人が詰めかけて、会場には満員御礼の紙も貼り出されていました。そうですか。郷土歴史の中でも注目はやはり新大関の大の里ですよね。あ、そうですね、やはり一番の注目はそこかと思います、はい。大の里関が登場すると会場ではひときわ大きな歓声が上がりまして、新大関頑張れ、優勝の感動ありがとうなどと声が飛び交いました、はい。公開稽古では大の里が花道を通るたびにサインを求める手がひっきりなしに伸びてまして、うん、握手会でも長い行列ができて、ファンから声をかけられると笑みをたたえて応じていました。そうですか。取り組みも盛り上がったようですね。あ、はい、金沢場所では関脇の阿炎と、あとは大関の琴桜と、それぞれ、取り組みが組まれました、はい。阿炎との対戦では、豪快に釣り出して、琴桜には寄り切って、白星を挙げると、観客から大きな喝采が湧き起こり、まあ、大きな体で、その喝采を浴びていました、はい。途中で、取材、記者会見囲み取材がありまして、その時に、幕下だった1年前の金沢場所の時とは、全然違う形で来られたと、石川県での歓声はやっぱり嬉しいと、地元からの応援に感慨に浸っていました。そうですか。この金沢場所では遠藤、輝、炎鵬、邦賀賞の郷土力士も元気な姿を見せてくれました。あ、はい、遠藤と輝は、大の里とともに金沢学院大附属中学校高校の相撲部員など、20人の子どもたちに、胸を貸して、稽古をつけてあげて、館内を沸かせていました、はい。また握手会も皆さんで参加して、ファンと触れ合っていました。怪我で1年間休場した、炎鵬や、先場所幕下に昇進した邦賀賞も元気な姿を見せていました。郷土歴史にとって今回の金沢場所は元日の能登半島地震から初めて行われる県内の巡業だけに、こういろいろな思いがあったようですね。あ、そうですね、郷土歴史は皆さん地元の被災地にちょっと心を痛めて、気にかけていました、はい。大の里関は、自分の頑張りを見て少しでも勇気や元気を与えられたりできたらいいかなと思って、秋場所を頑張ることができました、はい。次の九州場所に向けても頑張りますと話していました、
地震や豪雨と相次ぐ災害に見舞われた故郷を気にかけていました。穴水町出身の遠藤はどんな雰囲気なのか、この場所がどんな雰囲気なのか心配したけれど、皆さんが明るくて逆に私たちが元気をもらえた、前を向いて一緒に頑張っていけたらいいと思いますと話していました。はい、七尾出身の輝きも少しでも元気な姿を見せられるように頑張りたいと意欲を口にして、炎鵬も相撲を通じて被災地に希望を与えたいと話していました。はい、皆さん元気もらったと思います。はい、ここまでニュース解説、北国新聞の正札武春運動部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いてもスポーツの話題です。PFU ブルーキャッツの選手たちが新リーグの開幕に向け本拠地河北市の市役所で決意を示しました。バレーボール女子の PFU ブルーキャッツは2027年のシーズンまでに完全なプロリーグ化を目指す新リーグ SV リーグに参加しています。ブルーキャッツは新リーグ初の試合として今月12日に河北市総合体育館でビクトリーナ姫路と対戦します。それを前に選手たちは油の和一郎市長と会い、チームの蓮池学代表が多くの人に地元での開幕戦に来てほしいと挨拶し、細沼彩キャプテンなどが意気込みを示しました。これに対し油の市長や杉本誠一市議会議長が激励し、細沼キャプテンが新シーズンのユニフォームとボールを贈りました。工場見学などで観光客を呼び込む白山市初の産業観光ツアーが行われ、参加者が北国新聞の印刷センターを見学しました。白山市と白山市観光連盟は新幹線を中心にした展示で人気があるトレインパーク白山を核にして南加賀のものづくり技術を紹介する産業観光ツアーを用意しています。その第1弾になるツアーが昨日実施され、金沢人権擁護委員協議会白山部会の24人が参加しました。一行は北国新聞白山印刷センターを訪れ、 AI 人工知能を搭載した輪転機が高速で夕刊を印刷する工程やロボットが新聞用紙を自動で運ぶ様子を見学しました。産業観光ツアーの協力企業は北国新聞社以外に業務用洗濯機や鋼構造物のメーカー、廃棄物処理プラント関連の会社があります。今回の訪問先は白山印刷センターだけでしたが、白山市観光連盟は今後トレインパークとこれらの企業訪問を組み合わせたツアーを実施して県の内外から観光客を呼び込みたい考えです。輪島漆芸技術研修所の授業が地震や豪雨を経ておよそ9ヶ月ぶりに再開されました。石川県立輪島漆芸技術研修所では講師として47人の漆芸家が作品作りの技術を教えていますが、能登半島地震で建物に亀裂が入るなどの被害が出たため事業が行えなくなりました。さらに先月の奥能登豪雨で複数の講師が被災したことから、事業の再開が当初よりも1週間遅れて昨日になりました。事業の再開にあたり研修所の所長を務める旧筆人間国宝の小森邦衛さんが、心も体も前向きになって取り組んでほしいと研修生たちに呼びかけました。およそ20人の研修生たちのうち4人は輪島高校の敷地に置かれたトレーラーハウスで暮らしていますが、震災から9ヶ月余りを経て再び学べることを喜んでいました。輪島漆芸技術研修所では今年度の新入生15人の入学式を12月初旬に行う予定で、新入生向けにトレーラーハウスを増設することにしています。
のみ値上がり駅周辺のにぎわいを取り戻そうと、住民グループが今月14日にイベントを企画しています。この住民グループのみエスタシオンクラブは、商店街などの有志が先月30日に結成しました。 IR 石川鉄道ののみ値上がり駅周辺ににぎわいをよみがえらせるのがグループを結成した理由で、その第1弾として14日に駅前広場でイベントを開催することにしました。今回のテーマは音楽と子どもたちの笑顔があふれる駅で、当日は JA 値上がりやのみ商業協同組合などが飲食や販売ブースを出すほか、子ども向けの縁日や体験コーナー、それに子どもたちによる演奏会など多彩なイベントが繰り広げられます。来年は市政20周年と駅名改称10周年にあたることから、のみ市はのみ値上がり駅の旧駅員室を取得し、観光資源の発信やにぎわいづくりの拠点として活用することにしています。北国新聞社は、地震と豪雨を対象にした能登半島復興義援金を受け付けています。この復興義援金は地震と水害に分けて石川県に届けます。ご協力には4つの方法があり、現金書き留めの場合は能登半島復興義援金と書いた上で北国新聞社総務部宛てに送金してください。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。また直接義援金を持参される場合は、北国新聞社1階で受け付けます。これら3つの方法の場合、地震か水害かを指定するようにしてください。指定がない場合や匿名、それにデジタル決済の場合は、原則的に地震の義援金として扱います。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。ネットとスマホのセットでもっとお得にしたい、そんな声に金沢ケーブルが応えます。金沢ケーブルはインターネット、ケーブル、光と金沢スマホの双方を新たに契約すれば、ネット料金が月額1100円ずっと安くなるセット割を行っています。例えばケーブル、光、2ギガで金沢スマホをセットで契約した場合、月額料金は4380円から3280円となります。さらに北陸電力の電気料金を一緒に払う電気&ケーブルまとめ割を利用すれば、さらに330円安くなり2950円となります。このサービスでは金沢スマホの契約者が新たにケーブル光を申し込んだ場合や、ケーブル光の契約者が金沢スマホを新規に契約した場合も適用されます。ケーブル光の新規契約者には工事費最大47,300円を無料にします。さらに他社からケーブル光に乗り換えた場合は最大で30,000円キャッシュバックします。また金沢スマホではデータ容量が30ギガ、40ギガのプランもあります。他にも使い方に合わせたお得なプランを多数用意しています。さらに5分、10分、無制限のかけ放題もプラスできます。乗り換えも簡単、今お使いのスマホでそのまま使えます。使い方に困った時も地元生まれのしっかりサポートで対応します。金沢ケーブルでは高速大容量通信が可能な 5G に対応したスマホも販売しています。金沢ケーブルに加入している方は、ケーブルテレビやインターネットなどのご利用金額で貯まるケーブルポイントでスマホ端末が購入できます。金沢ケーブルのサービスのお申し込み、お問い合わせについては
0120-751-114 までどうぞ。